インド・バングラデシュ国境の飛び地群。インド・バングラデシュ国境の飛び地群は、インド・西ベンガル州、クーチビハール県とバングラデシュ・ラジシャヒカンクとの国境線をまたいで散在した双方の飛び地。入り組んだ国境線に加え、非常に多くの飛び地が互いの領土内に存在することで、錯綜した状況になっていた。2015年8月1日、領土交換で解消された。 この一帯の総称はないが、日本には、インド側の県名を取り、クーチビハール、クッチベイハー、コークベイハールの名で紹介されている。インドの西ベンガル州、クーチビハール県とバングラデシュのラジシャヒカンクの国境地帯にあり、インド領内に、バングラデシュの飛び地が95箇所、バングラデシュ領内に、インドの飛び地が129が存在した。そのうち24箇所は、 飛び地の中の飛び地であり、さらに、飛び地の中の飛び地の中の飛び地、ダハラカグナバリという複雑な場所もあった。面積わずか50平方メートルという世界最小の飛び地も存在したという。ただし、最小の飛び地の面積は1090平方メートルと、する資料もある。飛び地群があった時代には、境界線を自由に行き来することはできず、面倒な申請手続きを要していた。 そのため、飛び地内では、行政サービスや生活インフラに支障をきたしていた。国勢調査も行われておらず、両国政府は、飛び地内に何人が暮らしているのかを正確に、把握していない状況であった、飛び地全体で2万から150万人とも、または6万5千から7万人とも言われていた。国境をまたいだ電線の敷設ができないため電気が行き渡らず、 これといった産業もないため、飛び地の住人は細々とした農業や牧畜で生計を立てる状況であった。また、警察の監視も及んでいないため、山賊被害やヒンドゥー教とイスラーム教の違いから来る近隣住民同士のさかいなどの問題も起こり、飛び地に住むヒンドゥー教徒がインド本土に住するも多かった。17世紀頃、この一帯を支配していたクーチビハール王国と、 インド東部へと勢力を拡大しつつあったムガル帝国との間で領土の奪い合いが発生した。ムガル帝国はクーチビハール王国の領土の一部を占領したものの王国に基準する地方領主は占領地を譲らず居座り続けた。その後ムガル帝国側に属していた兵士たちがクーチビハール王国の領土の一部を占拠しムガル帝国に基準した。年 両国に講和条約が締結されたが、それぞれの国境に関しては、現状が維持された。こうして生まれた、複雑な境界線が、クーチビハールの国境線の起源となった。インドがイギリスによって征服され、イギリス領インド帝国となった時、これら一体は、イギリス直轄領の東ベンガル州であるか、クーチビハール半王国領であるかという違いしかなかったため、 往来することに特に特差し支えはなかったし,かし、かし1947年に、イギリスからインドとパキスタンが独立した際、ヒンドゥー教徒の多いクーチビハール半王国領は、インドにイスラーム教徒の多かった東ベンガル州は、東パキスタンとして、パキスタンの一部に属することとなったため、かつての境界線が国境線に引き継がれ、多数の飛び地が生み出されることとなった。その後、 言語や民族も異なり、政治の中枢も西パキスタン側に握られていた。東パキスタンはインドの支援を得て1971年にバングラデシュ独立戦争を起こし、バングラデシュとして独立を果たした。クーチビハール一帯の東パキスタン領も飛び地のままバングラデシュ領となった。1950年代以降、インドとパキスタン政府、 バングラデシュ独立後はバングラデシュ政府は、このあまりに不便な飛び地の状況を改善しようと、交渉を続けた。1950年に、飛び地への役人や、警察官の立ち入り、生活必需品の輸送についての規定が定められたが、両国政府の緊張の激化に伴い、1から2年でこの規定は実行できない状態となった。その後、1957年にインドとパキスタンの、 間で、飛び地付近での週二日の国境貿易が認められるようになったが、そもそも飛び地の中に相手国の領事館などがなく、ビザもパスポートも取得できなかったため、飛び地から合法的に越境することができず、住民は国境警備隊に射殺されるなどの危険を犯して、違法越境せざるを得ない状態に置かれた。1958年には、インドとパキスタン政府の間で、 領土交換が合意されたが、飛び地の住民の反対と、インド最高裁判所が、領土交換には、憲法改正が必要との判断を下したため、実行されなかった。1974年にも、インドとバングラデシュ政府の間で、再び領土交換が合意されたが、インド側の面積が2 9ルあ余り減る内容であったため、インドの国会で野党に反対され、 これも実行されなかった。1980年には違法越境を減らすために飛び地がフェンスで囲まれたため貿易量が減り、飛び地の住人はさらなる貧困にさらされた。1996年に1974年と1982年に合意された協定に基づいてバングラデシュ領の最大の飛び地に本土との回廊が設けられたが回廊設置に反対する。 住人同士の衝突により犠牲者が出たほか、回廊そのものも8時間おきにインド人とバングラデシュ人の往来を切り替える方式であったためあまり便利なものとは言えなかった。また、住人によっては回廊の設置によって近所のインド寮に行く許可がおりなくなり、回廊を通って遠くのバングラデシュ寮に行かなければならなくなるなど、かえって不便が増すケースすら発生した。 2011年9月、両国政府は、領土の整理交換と、飛び地に設けられている回廊の通行許可時間の延長、及び交換される、飛び地の住人が国籍を選択できるようにする、協定に合意した。インド側は、計7110エーカー、約2 8 7 7キロメートル51カ所の飛び地を獲得し、バングラデシュ側は、計17,149エーカー、 約6 9 4トル1 1 1カ所の飛び地を獲得する。2015年5月にインド国会が領土交換を認める憲法修正案を承認した。これを受けて6月にモディ首相がバングラデシュの首都ダッカを訪問してアシナ首相と会談し、飛び地の解消による国境確定で合意した。住民は移住か、現在の居住地が 新たに帰属する国への国籍変更下を選ぶことができるとしている。8月1日、領土交換が発行した。インド・バングラデシュ領となる住民は約3万7千人。バングラデシュ・インド領となる住民は約1万4千人。前者は約1000人がインド国籍維持による移住を選択した。一方、後者は 全員が現在の居住地に泊まり、インド国籍へと変更した。中には一家で別々の国籍を選択した例もあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。